Hey YouTube and welcome to my channel. みなさんこんにちは、やなせアビーです。今日はね、サンダーボルト第5話が配信してたので、早速見ました。いやもうね、今回はなんていうか、すごくね、ビアンカが可愛かったです。私も漫画では見てたんですけど、アニメは初めてだったんで、もうね、可愛すぎてびっくり。もうめちゃめちゃ可愛く描かれてたんですよ。もう目はパチッと大きくて、もう唇の形がめちゃめちゃ可愛いんですよ。声も可愛いし、でなんといってもね、ケツがいい、すんごいいいお尻だったの。私あのスタイルになりたいなって思うぐらいもね、素晴らしいボディラインだったね。でなんかね、この本編実はたった20分しかなくて、本当にあっという間に終わっちゃうんですよ。でしかもね、こう多分こう放送できる本数が決まってるから、こう漫画を結構端折って進んじゃうんですよ。だからそれがまあ残念だなっていうか、本当だったらこう全部きっちり見たいんだけど見れないのが、残念ですね。で今回のおまけが、あのフルアーマーガンダムの解説なんですよ。ものすっごく分かりやすい解説をね、イケボでしてくれるの、もうこれ超良かったよ。結構もしかしたら見てない人もいると思うの。なんかエンディングの後におまけが始まるんで、多分見逃してる人もいると思うんだけど、これはねぜひ最後まで見て、エンディングが終わってからのおまけは見た方がいい。なんせイケボで解説ですからね。これ良かった。というわけで早速ちょっとね、ガンプラの方やっていきたいと思います。シャーン。はい、というわけで今回やるのはこちら、じゃん、リアルグレードガンダムやっていきたいと思います。まあ、やっていくっていうよりも、実はだいぶ前にもう組み立てといて、だいぶ長い間ね、あの寝かしてたんで、もういい加減そろそろちょっと進ませなきゃなと思ったんで、ちょっと今回リアルグレードガンダム続きをやっていきたいと思います。でまあ私ね、もともと結構前っていうか、私まあガンプラ始めて動画投稿し始めた頃に、あの一年戦争のガンダムをコンプリートするって、言っちゃってて、結構ね、中にはあれどうなったんだよって思う人もいるし、なんなら私もすごい思ってたんだけど、しかもなんならね、もうこのままバックレようかなって思ったんですけど、言っちゃったし、途中まで作ってあるんで、今回はね、RX78 の1にちょっとこれを改造して作っていきたいと思います。ではね、作る前にプロトタイプガンダムとガンダムのね違いをちょっと説明していきたいと思います。まず腕の形なんですけど、真ん中がへこんでるデザインになってるんですよ。次にこちらビームライフル、これはね似てるようで結構別物で、まずマシンガン的なものが銃口の下についてるし、スコープはついてないんですよ。で後ろの部分のデザインも違います。続いては下半身、ショルダーアーマーの右側にガンホルダーがついています。アンクルガードには縦3つのスリットが入ってるんですよね。だからこう見ていくとね、結構違いますよね。なのに HG で1回も発売されてないっていう謎。こんな感じで結構似てるんですけど、よく見るとねちょいちょい違うんですよ。でもね、みんなも知ってると思うけど、私結構ガンプラ作ってきたし、私ぐらいのねレベルになっちゃえばこんなのね再現できちゃうんですよね。こうプラ板を、切ったり貼ったりやすったりとかしてたら、もうちょちょいちょいってできちゃうんですよね。私だったらこれ簡単にできちゃうんですよね。嘘です。本当のこと言っちゃうとね、私プラ板苦手なんですよ。結構今までね、こうざっくり合わせて切って、でその後かヤスリで合わせてきたんですけど、あくまであれってすごい単純な形だからこそできただけで、もうねこんな複雑なものを私まだ作れないです。難しすぎる。だからね、これができる人ってほんとすごいなと思ってめっちゃ尊敬しますね。というわけでね、今回初めてのレジンキットを買いました。それがこちら。はい、初挑戦のレジンキットです。でこれはもともと30周年記念ガンダム。それがこちらの、バージョン G30 なんですけど、これにね、この
レジンキットつけるのは全然容易なんですが、ちょっとね、あの関節の部分で萎えてしまって、まあ、例えばこちら、これ膝の関節のパーツなんですけど、すごいねモールドはめちゃめちゃいいんですよ。すごい綺麗に彫り込まれてるんですが、これ動かないんですよ。これで1個のパーツなんですよ。なんでね、このね RG こうやって見比べると、あーお前が普通、あーかかと取れた、まあ、こうやってね見比べると分かるんですが、すごい彫り込まれてるのはいいんですよ、まあ、でもこっちの方が曲がるんですよ、ちゃんと。ほうほら、ちょっと見づらいけど、こうやって折り曲がるんですが、こっちがもう1個のパーツなんで全然動かないんで、まあ、これで萎えちゃって、まあ、組み立てるとこまで行ったんですが、まあ諦めちゃいましたね。なのでね、ちょっとねプロトタイプはこちらの RG で作っていこうと思います。ではね、あのパーツの紹介もしていきたいと思います。でまずこれがビームライフルのパーツで、でこれがまあビームサーベルのホルダーなんですけど、まあ、こんな感じで腰の横のところにこうやってはめられるようになります。で、まあ、これはね中にこう磁石を埋め込んで、もうカチッといけるように、ちょっとビームサーベルもカチッといけるように改造したいなって思ってます。で、あとこれがまあ腕のパーツなんですけど、これはまあここをね取り外してこうくっつけられるように改造していきたいと思ってます。まあ、これはね、あのアンクルガードも一緒で、ここを外してこうやってよいしょ、こうやってねつけられるように改造していこうかなって思ってます。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。まあ次回までにこれをね取り付けれるように改造するのと、あとできたら塗装までやっていけたらなって思います。皆さん今回もね最後まで見てくれて本当にありがとうございました。 See you next year. Bye.